ボンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才ショート作成。右投げ両打ちのショート、フォームは友澤くん。好きな球団は友澤くんから阿部ひねらいで西武でやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン。星192、強いね。ミートシーで、やる気回復宝箱、いいでしょう、最高でしょう。で、選手にあって満塁。うん、強心対応さんだったんでね。箱うま、やば、ステージで2つも箱が、それはいいぞ、やってくれるぞ。えい、まあまあまあ回復量5、まあまあ許しましょう。ミート、えい、ミート肩強いね。ステージで B2 つ、強い。 BDEBDF、 今度は箱なし。これはなかなかちょっときつかったかも。友澤くん肩プラ7、阿部入らす。阿部入ったら強かったな。ナイス回復。そしてこれはやる気も取りに行きましょう。はい、ハテナマスからのね、基本能力っていうのはね、ナイス10、あまり嬉しくないんで。ヒーリング1枚しか持ってないんだけどね。落としたら持ってこいと。でもこれは落とすでしょう。うん、もう見えた、未来が見えた。もうね、通常運転だと思うんでね、まあすぐにはさすがにね。やめてくれ、やる気、やる気を落とさんでくれ。これは先宝箱かな、さすがに。肩、ウィー、ナイス超回。いやー、一発引けるだけでもう全然違う。ナイス、来たよ来たよ、流れが来てるよ。止まった。これはこっちから、はい、いや、これはヒーリング落とさないね、余裕ですね。もう落とすはずがないと。ナイス超回、いいぞ。肩早く100、いや99にしたいね。 OKOK、 そうすればあれですね、宝箱選手から出てこなくなるんで。そして気づけば、見てください、能力 S から E まで SABCDE、 全ての能力があります。これね、気持ちいいですね。って言ってる場合じゃないんだよ。能力はね、もっと上げていくと。うまっ、それ来たろ。それはシュタロックも大丈夫。1234、会えるね。上行ったか、総力来た。 OK、 なんでだよ、空気を読んでくれ。そして OK、 大丈夫。ごめんね、一瞬僕の画面が切れたんですけども、録画の方は大丈夫そうなんで、うん、多分これは隔離されてますね。うわ、あんまりハテナマス踏みたくないな、ここ。はい、おっと、お宝ザクザクに早変わり。オッケーオッケー。そしたらこっちから呼吸も上げて、パワー、野球超人伝、いいよ、スーパーラ。ここでの野球超人伝はずるいね。はい、現象、まあ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 、ミート2か、ミート2か。今のここで偉人伝ヘストライス、やば、強っ。ちょっとハテナマスビビるわちょっとハテナマス今のはビビりますね。さてと、おー、そうなったら
1、2、3、4、5。まあ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 、マイナス10じゃなければって感じか。はい、輝く回復選手ナイス。プルヒ赤おにぎりがね2個あるんでね、矢部くんで総力7のヘスラーも入ってる。さあどこだ、意味わからん、悪意しかない、それはひどいって。いやいやいや、頼む、あーやーば、頼む、やったぜ。うわー、もう死んだと思ったよ、死んだと思ったらまだ生きてたよ。いやー危ねー、ナイス箱。どうする、偉人伝粘り、内野安打初球。まあこの赤は最後でもいっか。そうなったら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。あー1個だけか、総力いけんの。ヒーリングで動いたらだね。ナイス、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。何を落とすかだな、そこで。理想は、まあ、ミート落としてミート回収。勝った、マジか。やば、ボナステ博士なしで S5 つ、めちゃくちゃ強いっすね。やばい選手できました。なぜこんな選手ができたんでしょうか、よくわかりません。ということで名前設定いってきましょう。はい、名前設定しきました。名前星683からむやつくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。宝箱もりもりで超化け物選手誕生。基本能力 S5 つ、特殊能力も強いの7個入っているのでオートペナント期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、打率3割4分8厘、見事ミート S100、 特殊能力もモリモリ、首位打者のタイトルをゲット、ありがとうございます。そして190安打、最多安打のタイトルもゲット。そしてホームランギータさんと並んでるんですが、ホームラン王もゲット。そして110打点ということで打点王も獲得、お見事。打撃三冠王達成ということでね、得点圏打率がなかなかにまあ少なかったのかな。うん、レアードさんと比べて全然少なかったんですが、見事ね、首位打者、ホームラン王、打点王、三冠王を獲得。得点は108とはあんまり多くはないんですけども、頑張ってくれましたかね。で、盗塁が19個、成功率7割9分2厘と。まあまあまあ、そんなもんでしょうか。で、猛打賞18回はこれはトップ。対左対右、対左で4割超え。頑張りましたね。で、長打率が6割3分2厘。出塁率4割4分でこちらもタイトルゲット。OPS は 1.072。ということで今回のむやつくん、取ったタイトルはモリモリです。三冠王で首位打者、ホームラン王、打点王、最多安打、最高出塁、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ、MVP の合計9個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。